本日はこのような発表の場をいただき誠にありがとうございます。 JT の岡田と申します。JT の創薬研究における AWS の活用事例について本日はご紹介させていただきます。本発表の流れですが、最初に簡単に自己紹介、会社紹介をさせていただいた後に、創薬研究のどういった場面で計算科学が利用されているかについてご紹介しまして、その後に実際の例を2つご紹介させていただきます。最後に展望とまとめについて発表いたします。ではまず自己紹介、会社紹介になります。本発表では実際にバーチャルスクリーニング関連のところで作業を行いました手を J にしている篠原と、機械学習のところで主に作業をしました手を T にしている私岡田が発表させていただきます。私どもは2名とも、科学研究所という部署に所属しておりまして、本日はその中での AWS 活用についてご紹介させていただきます。次に、簡単な会社紹介になります。JT ではタバコ、医薬、食品の3つで事業を展開しておりまして、私どもこの中の医薬事業ですね、こちらに所属しております。こちらの中でも計算科学の業務を担当しております。で、医薬事業ではこのような領域で研究開発を推進しておりまして、医薬品様との協業で患者様のもとまで医薬品をお届けしているという次第です。で、弊社の研究所ですが、高槻という大阪と京都のちょうど間ぐらいの場所にこちらですねにありまして、かなり交通の便利がよく、こちらで、チームの皆様と一緒に、創薬研究を進めているという次第です。もう一つ横浜リサーチセンターというところに安全性研究で薬産学研究所などもありますが、私はこちらのこの科学研究所というところで、仕事をしております。では次に、創薬の流れの中で、計算科学がどのような場面で利用されるかについてご紹介いたします。こちらのスライドはかなり大まかな創薬の流れになります。いずれの段階でも計算機科学、上のコンピューテーショナルケミストリー、コンピューテーショナルサイエンスですね、こちらは、幅広く利用されます。だから今日は、その中でもこの青枠で囲っております、計算機科学コンピューテーショナルケミストリーの部分ですね、こちらについてフォーカスした内容をご紹介いたします。またおそらく一般的にはこう計算科学と言われると思うんですけども、弊社の中ではこう歴史的に計算機科学ということが多く、本日はあえてちょっとそちらに、の用語で進めさせていただきますが、全く同じ内容です。では、先ほどの青枠、創薬ではいわゆるヒットトゥーリードと呼ばれる段階ですが、こちらでも幅広くこう計算機科学の技術は利用されております。まずヒットファインディングのところですが、例えばこう基地化合物が最初にある場合には 2D やシミラリ 3D のシミラリティサーチを行ってこう違う種を拾ってくるということを行いましたり、先日の AWS 様の、セミナーでもありましたギガドッキングといった、タンパク質が基地の場合にはタンパク質にこうドッキング計算というのを行って、その対象タンパク質に結合するようなものを拾ってくるような計算が行われます。で、実際にそちらを実験をして、でヒットが出てきた場合にはそこからオプティマイゼーションステージ、いわゆるトゥーリードに向けたステージになりますが、その中でも計算機科学の活用としましては活性予測や物性予測で、そういったところには分子動力学計算、活性予測ですと分子動力学計算、ドッキングもその中に入りますし、昨今ですとこうフリーエナジーパーターベーションのようなツールがありますが、そういったものが使われます。その中にも機械学習も使われたりします。で、物性予測はおそらく、メインはこう機械学習が多いかと思いますが、もともとのこう、歴史的なデータと比べたときに、どういった毒性が出そうかで、どのようにすれば回避できるかといったところで機械学習が使われるかと思います。またこうオプティマイゼーションというところではどんどん化合物を、デザインしていくという流れになりますが、その中でこう化合物を発生する方法としましても、
機械学習手法によるスマイルズベースの方法ですとか、もしくは反応ベースで発生をさせて、そういったものを、むしろこの上の方の活性予測や物性予測で絞り込むといったことが行われます。なのでこう計算機科学のツールですね、ヒットトゥーリードのところでも、こちらはあくまで一例になりますが、幅広くこう利用されているという背景がございます。では先ほどの中の一例として、創薬における機械学習についてピックアップして、もう少し掘り下げてご紹介いたします。参考にしたのがこちらの論文でして、こう AI、創薬についてかなりまとまった論文でしたので、こちらをこうリファレンスとしてご紹介させていただきます。でまず化合物のデザインサイクルというもの、いわゆる DMTA デザインメイクテストアナライズというサイクルがございますが、その中でもかなりこう計算機科学でしたり、AI のツールというのは、利用することができます。AI のテクノロジーとしましては、デザインのところではジェネレーティブモデリングですとか MPO デザイン、クラシカルなところで言うとマッチドモレキュラーペア MMP と、いうようなツールがございます。でメイクのところでは、これちょっとウェットに近いような内容になりますが、コンピューターエイデッドシンセシスプランニングでしたり、フローケミストリーでしたりが挙げられると思います。でテストのところですね、こちらで特にピックアップしたいのはこのインシリコプリディクションというところでして、活性、もしくは物性、そういったものをこう、何かしらの指標でモデリングを行い、絞り込む、デザイン、合成する化合物を絞り込むというのがよく行われます。でこちらに目を向けますと、化合物についてこう望ましい、プロパティというのが、数多くあります。でそちらが、の例が一つ右上にありますが、アドメット、もしくはフィジカルフィズケムプロパティとしましても、数多くのこうプロパティがありまして、理想的にはこれらがこうすごく精度よく予測できて、もう、完璧に絞り込まれれば、嬉しいんですけども、そういったことには、なかなかまだまだ難しい、一方でやはりこういったパラメーターの予測を行って、作る化合物を絞り込むということは行われます。特にこう高次の圧性でした、でしたりデータ数が少ないところほどやはり予測精度落ちていきますが、こういったプロパティを予測したいというのが背景にはございます。でその中でそのモデルを作るときに B の図になりますか、データがあってそれを表現して、とあるアルゴリズムにかけて、で、データドリブンなモデリングを行っていきましょうというのが、いわゆる AIDMTA サイクルかと思います。そこでどのようなモデリング手法が用いられるかといいますと、こちらはこのさまざまな機械学習手法、こちら左のテーブルになりまして、化合物の表現方法も行ってきますし、データ数やデータの質によってこう適切なモデリング手法というのも変わってきます。裏を返せばそれだけいろいろな計算ですね、検討を行った上で一番良いモデルを作ってくる、もしくはアンサンブルでモデルを作ってくるということもできますし、そういったモデルを作りまして、で DMTA サイクルに使っていこうというのがこう AI 創薬の、一つのメインな流れではないかと思います。一方でこうアイデアルなケース、予測 がワークするというケースに至れましたら、右図のように AI で描かせた化合物ですね、予測パラメーターでフィルタリングを行い、で C のようにこう MPO を達成した、マルチパラメーターを達成した、こういったこう AI デザインのモデルができるというのはこうアイデアのケースとしては、ございます。では、そのようなこう機械学習、もしくはもう少し広く言いますと他の計算科学の利用においてどのような課題があるかといいますと、例えばこう膨大化するバーチャルスクリーンをライブラリーに対して、一方で計算科学者としてはこう行える計算は全て行いたいといったところもありますが、やはりそこはこう次に予測精度対計算時間というところで、一般的にはですけども、こう予測精度の高いこう特に物理学的手法ですと計算時間もすごくかかってしまうというジレンマがありまして、こう膨大化するサンプル数に対してやっぱりそういったこう精密な計算を行えないというときに、ジレンマが生じるといったところがあります。もしくは先ほどのこう機械学習のところでご紹介した予測モデルの開発検討における計算量というのもかなりこう膨大なものになってきておりまして、でそういったところでこう計算時間、その計算の時間自体がボトルネックになるといったところが、
一つこう計算科学の課題として挙げられます。いずれの点もやはりこの創薬プロジェクトのタイムラインを考えると、計算リソースといったところが先ほど申し上げたようにボトルネックになりますが、実行可能なレベルに落とし込んだ計算を行うしかないといった場面もあります。でこれらの特にこうそういったボトルネックの時に、クラウドサービスによる高速化というのが、一つこう効果的になると考えられます。弊社の中でもそういったこう計算、クラウドサービスの検討を行ってまいりまして、で、AWS 様を選定した理由というのはいくつかありますが、幅広いサービスですとか、こうセキュリティのところがきちんと社内のニーズに合致したというところもありますが、やはり一番助かった点としましては、次のところから、次のセクションからご紹介する、その実際に環境構築を行うでしょう、計算を行うというところ、やはりスペシャリストのサポートというのがかなり助かって、助かりました。で、その中での活用について、次に篠原からバーチャルスクリーン関連のところをご紹介させていただきますが、こちらの内容をですね、片岡様、今日の片岡様の方の発表でありました、アストラゼネカが構築していたオープン AI の環境、そういったところもちょっと似ているかと思いますので、そちらについて篠原よりご紹介させていただきます。ここから計算機科学における AWS の活用について紹介します。まず一般的にクラウドプラットフォームを利用することで計算の効率化が可能です。リソースの調達費用、計画期間、メンテナンス費用、そして時間、いろいろな面で効率化が見込めます。まず一番わかりやすい時間について、コンピューティングでは目的とする計算に合わせて CPU や GPU の必要なリソースを必要な時に利用することができるため、柔軟に計算速度を上げることで計算時間を短縮できます。この柔軟性はオンプレミスでリソースを利用する場合と比べて大きなメリットです。それ以外にもオンプレミスと比べたメリットはあります。リソースを調達する費用は重量課金制となり抑えられます。調達の計画はよりフレキシブルに立てられます。また、調達までの期間も数ヶ月かかっていたものが当日に短縮されます。メンテナンスの手間も不要になります。このように導入が容易であったため、私どもは計算機科学の効率化のためにクラウド環境を利用することといたしました。さて、計算機科学の計算例を紹介します。ヒットファインディングのためのバーチャルスクリーニングでは、化合物構造の廃座発生、基地の活性化合物との類似構造検索、標的タンパク質へのドッキングシミュレーションを行います。オプティマイゼーションでは、合成対象とする化合物の活性予測や物性予測を実施します。これらは比較的コストが高い計算であり、この効率化が創薬活動のスピードアップにつながります。サイトライセンスやオープンソースの製品は、ライセンスの制限を受けにくく、クラウドによる HPC 拡張がダイレクトに創薬活動の効率化につながります。前のスライドで示したヒットファインディングやオプティマイゼーションの実施項目に当てはまる製品には、CPU を利用するオメガという化合物構造の廃座発生ツールや、ロックスという基地の活性化合物と3次元レベルで類似構造検索を行うツール、オートドックという標的タンパク質へのドッキングツールがあります。また、GPU を利用するものには、ファストロックスというロックスの高速版ツールや、DGL ライフサイエンスなどのプログラムを用いた機械学習による物性予測などがあります。このような製品と組み合わせてクラウドを利用することで、クラウドが創薬を加速するという貢献を最大化できます。これら製品を利用した AWS の活用について、まずはバーチャルスクリーニングについて紹介いたします。
バーチャルスクリーニングは、数十億の化合物群から活性や物性が見込める化合物群を絞り込みます。ワークフローの上流では、化合物構造の配座を発生するといったライブラリープレパレーションを実施しますが、この計算時間が膨大です。そのため、この部分を今回 AWS により高速化しました。先にオンプレマシンによるオメガ計算の事前調査を実施しましたが、50億化合物の3次元構造化の場合、2万 CPU デイが必要であり、例えば1週間で完了するためには3000 CPU が必要でした。また、化合物ライブラリが増大することで、計算時間が今後増大することも想定されました。そのため、一時的に100から1万規模の CPU を利用できる環境が必要でした。そうすれば、1 CPU では2万日かかる計算は1週間で完結できます。それを実現するような計算環境の構築についてこれから紹介しますが、最初に AWS の HPC システム構成をお示しします。本資料は導入の際にも大変お力添えいただきました AWS ソリューションアーキテクトの宮本様にご提供いただきました。こちらの資料をベースに今回構築した計算環境について紹介します。はじめにユーザーは化合物のスマイルズファイルを S3 にアップロードします。スマイルズファイルはその後ラスターに転送されて計算環境下で利用可能になります。パラレルクラスタでは必要数のスポットインスタンスで配座発生を実施しコスト削減が可能です。作成したテラバイトの3次元構造ファイルはラスターを経由して保管費用が割安な S3 グレーシアに保管されます。バーチャルスクリーニングでは保管された配座データベースをグレーシアから読み込み GPU によるファストロックス計算で3次元シミラリティサーチを実施します。最後に計算結果数ギガバイトをエクスポートします。全操作はクラウド9から容易に実行が可能です。このプロジェクトを開始した当初は環境構築にハードルを感じていました。ですが、AWS ソリューションアーキテクトをはじめとする多くの方のサポートをいただき、そのおかげで大きな問題なく進めることができました。結果として環境構築は想定していたよりも数ヶ月早く達成できたことをとてもありがたく感じています。AWS を利用したオメガ計算結果をまとめます。コンピューティングについては、中規模の CPU 数をスポットインスタンスで確保し、半月で実施可能です。コストは約$3000です。環境構築では、パラレルクラスターのハンズオンを実施していただいたり、スラムの利用法について教えていただきました。またストレージについては、使用頻度に合わせた S3 グレーシアなどの保存形態により、1月7ドルで 7TB を保存できるため非常に安価です。コストシミュレーションは AWS プライシングカリキュレーターにより容易に想定が可能です。今回の計算で使用したオメガやファストロックスはオープン愛社の製品です。オープン愛社は AWS を基盤としたクラウドサービスオライオンを提供しています。今回は自社で AWS 上に環境を構築していますが、これとオライオンを比較します。自社 AWS 環境について、コスト面はオンプレで構築するため、計算自体の費用はやや削減されます。一方で、今回はベンダーを利用せずに自社で環境構築ができていますが、それでもある程度のリソースは必要でした。フレキシビリティ面では、ソフトウェアの細かい引数まで設定可能というメリットを感じています。操作性は、クラウド9を利用したオンプレターミナルのような入力が便利である。一方で、オライオンのような GUI と比較すると、人によっては操作性は劣るかもしれません。
どちらも AWS クラウド環境の利用により、計算自体は超高速であり、計算の細かさによってサービスの使い分けが可能であると感じています。将来発展としてバーチャルスクリーニング、Azure サービスへの展開も視野に入れています。では続きまして機械学習関連のところについて岡田からご紹介いたします。はい、でイントロでも述べましたように、昨今は特にこう機械学習のところでの利用というのも増えてきております。一方で一般的にはこう適切な機械学習の手法というのは、データサイズに依存するところも多く、あります。でそれに対していろいろな機械学習ですね、特にまあ多いデータが多い時の機械学習の手法というのもいろいろとあります。基本的にこうディープラーニングがベースなものが多くあるかと思いますが、その中でも今日は GNN グラフニューラルネットワークに着目してご紹介させていただきます。でこちらの、検討ですね、GNN を用いたモデリングを検討するにあたり使ったり、ライブラリは DGL Life Science というものになります。でこちらの森下様の発表でもご紹介していただいておりましたが、さまざまなこう GNN、まあ、グラフベースのモデリングが可能な Python のライブラリでして、AWS 様が提供しているオープンソースのプロジェクトです。でクラウドの利用も容易に行いそうだと思ったので、こちらを利用しました。似たようなところでおそらくディープケムなどが有名なところだと思います。まず検討したところがデータの取得化が行えるか、クラウドリソースの利用による効率化が行えるか、モデリングが容易に行えるかといったところです。で先に結論としましたら全て可能だったというところですね。データの取得化に関してはグラフ情報をシャッフリングすることで、取得化を行いますし、クラウドリソースの効率化といった面では GPU インスタンスですね、こちらの効率的な利用が、かなりこう計算時間短縮に効いてきました。でそういったことを行うのに、政治メーカーというサービスですね、 AWS のソリューションというのがこうシステマティックのチューニングを行うのですごく簡単に行えまして、これら3つのことから、これで GO だということになります。でこういった検討を行うにあたりまして、多大なご支援いただきました AWS の藤川様よりこちらの、スライドをご提供いただいております。で、こちらが作成した環境になりますが、データですね、こちらは Amazon S3 に、と保存しまして、でこの際にもグラフはシャッフリングしてこうクラウド上にあってもこうトレースはできないようなものになっております。で DGL のこう環境は Amazon ECR の上で作りまして、リポジトリの上でこうソースコードを置いて、でそれを Amazon 政治メーカー上でこう利用しましてモデルを作ると。でその時にこの Amazon 政治メーカーではジョブ専用インスタンスが簡単にこう用途に合わせて CPU でしたり GPU インスタンスの種類や数を選択しまして、まあ、終わった計算が終わった時にはもう処理が完了ということで自動削除するとい こう一番こう効率的な使い方を簡単に行うというようなこう組み合わせのソリューションを準備しました。はい、でそのことにより、学習時間が大きく短縮できたというのがこちらのスライドで、そのメリットについても、紹介させていただきます。で左上、まあ、分かりやすくこうオンプレの GPU からクラウドの最新の GPU でマルチにすることによって計算時間が実際にこの数時間かかっていたものはもう数分で終わるという環境になりました。でそちらが左下でも表しておりますが、計算リソースですね、こちら縦軸をやはりこう一時期にガッと利用しまして、でも計算が終わったらそれでもう終わらせるということにより、従来のこのオンプレでこう持っているものでなんとか対応しようとしていたところと時間ロスの大幅な削減というのが行えます。で時間の削減、これはまあかなりのメリットになるんですけども、実際にどういうことかと言いますと、機械学習ですが、機械学習と言いつつもある程度のところは、例えばハイパーパラメータのチューニングについては自動化できるというところがある一方で、やはりこう人の知識を入れていくという過程が重要になります。
かなりここは最重要にもなるようなところでして、そういったこうヒューマン・イン・ザ・ループを行うことによってより最適なモデルの探索というのが行えるようになります。でクラウドがない場合、まあ、計算時間がかかってしまうので、そういったサイクルを回すのですね、計算時間にこう依存して、で解析を行って次のループを回すということになりますので、やはりまあ時間がかかりますし、その解析、ループを回す数ですね、どうしてもこう限られてきてしまうかもしれませんが、クラウドがあることにより よりこう多くですね、まあ、1日の間の中でも何回も回して、各計算結果から、例えば次はこういう手を打てばいいのかなという検討でしたり、まあこういう手は考えられないのかなということをどんどん試していけると。でそういう環境を、準備できることによって、やはりこうここに書いてある True Human in the Loop と書いておりますが、一番効率的な探索が行えると、こういった環境が準備できるというのが、あの AWS×DGL の、メリットじゃないかと思います。では最後に今後の展望とまとめを紹介いたします。まず将来展望としまして MPO の拡充というところが挙げられます。篠原のこうバーチャルスクリーニングによって、のりこ紹介した内容によってよりこう幅広い空間の中を探索できるということでしたり、まあ、それらに対して、ある程度のこうモデルによって、活性物性予測をできるというところが、どんどんこう、より深い計算が行えるというところがやはり狙いますので、より一層のこう MPO というところが将来展望になるかと思います。その時にこう2つの課題、計算時間ですとか予測精度というところが課題になっておりましたが、まあ、計算時間に関してはクラウド計算はもう直接的に有効な問題でして、CPU もしくは GPU ですね、計算の高速は解決の一例になるかと思います。で予測精度、これはあのクラウド計算を活用することである程度の向上は見込めますが、まあ、こちらに関してはやはりこう先ほどの True Human in the Loop というところでヒューマンナレッジもかなり必要になるところですので、何でしょう、クラウドを利用したからといってこうそれだけでこう良くなるというものではない、全くなくてですね、やはりこう知識知恵を振り絞ってやっていくと。ただそういう時にもあのクラウド計算を活用することによってこの、まあ、モデリングでしたらモデリング手法の探索を高速に実施できますし、こう物理学ベースな、手法においてもですね、やはりそういった検討、初期検討とかの必要になってきますが、そういったところも含めてこう高速にできるとこう、オンゴーイングのプロジェクトで、即座にこう提案でしたりミドケムの方にこうご提案ができるというところで、かなり強力にこういったツールは使えてくるというように考えております。では、最後はまとめになります。計算機科学において、計算機科学は創薬において幅広く利用されてきておりました。創薬ターゲットの軟化なのによりですね、まあ、こちら一例ですが、そういったものによりケミカルスペースが膨大化、ケミカルスペースが膨大化というのはその、探す空間がより、まあ、嬉しい話もあるんですが、やっぱりこう大きくより広い空間を、計算できる環境も整ってきているというところでしたり、まあ、そういったものに対して機械学習を利用した効率化などが行われて、おります。でその中でも従来の計算サーバーでは追いつけない計算量が、必要になった場面がありまして、でそうするときにその計算サーバーを買うというのも一つのオプションですけども、まあ、クラウドの拡張性により解決できる課題というのも多くありまして、本日はその中で2例を紹介させていただきました。今日のワークも全て Powered by AWS ということで、AWS を利用してこういった効率化を行っております。で本発表を行うにあたりまして、こちらの皆様に大変お世話になりました Amazon Web Service Japan 合同会社の、もう常にお世話になっている皆様でしたり、 OpenAI Japan 株式会社の、スタッフの方にもすごく、助けられてこういった研究が行いました。また、常日頃こう弊社の科学研究所の皆さんとも、ディスカッションさせていただいて、そういったところから、この研究は行えております。では本発表は以上になります。私からは発表後のセッションも参加しておりますので、お気軽にご質問いただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。